Alexander Shibaev versus Jun Mizutani. They played together in the Russian League, but today they are enemies. So let's allow Alexander to pick the color on this coin. Red for Alexander. Red indeed. Alexander to serve. Let's start now. さあ、3試合目、水谷選手の登場となりました。当初は5試合目に予定されていた水谷とシバエフの一戦ですが、この3試合目に登場という形になりました。この両選手の対戦、ITTF 主催の国際試合でのヘッドとヘッド対戦成績は過去4回対戦をして4回とも水谷ということになっているんですが、ただこの手元のデータは2012年のジャパンオープンが最後になっているんですけれどもね、それ以降当たっていないということで、データいただいてますが、ちょっとすると当たってる、どこかで当たってんじゃないかなという気もしないでもないんですが、まあこの T2 では、ラウンド2で初日対戦をして4対1でシバエフが勝ってるんですね、はい。まあもういくらランキングの差があるといえどもですね、このゲームになるとわからないですね、そうですね、ルールも違いますからね、そうですね、そしてやはり団体戦ということで、ゲームポイントをたくさん取るということはね、はい、またいつも行っている試合とは違いますしね、ですね、はい、10月おととい発表の最新の世界ランキングでは水谷が7位、そしてシバエフが41位ということですが、ロシアのシバエフと日本の水谷隼の対戦です。今日ね、最終日ですから、水谷のスカッとねしたところみたいですよね。ぜひね、勝ってても最後は引き分けに持ち込まれてばかりですからね、ですね、なかなか結果出せなくて、さあ、ナイスボール、はい、今のね、バックハンドの攻撃をどん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 いけばいいと思うんですけどね、はい、完全に今の振られました、ちょっと下がりすぎましたね、はい。まあ、水谷選手は、ピンチヒッターの1試合を含めて6勝6敗3分けというのがこの大会ここまでの成績になります。で、ゲーム数でいうと36ゲームを取って39ゲーム失ったという形になります。まあ、水谷選手のランキング実績から言えばもっとね、そうですね、水谷自身も言ってましたけども、この5ゲーム、全てですね、最後の時間のところ、11本ではなくてね、時間のところで全部負けたんですって言ってましたから、ね、確かにね。だからこのルールは水谷にはちょっと向いてないのかもしれないですね、オーバー。まあ、1回だけジセフ選手でしたかね、のピンチヒッターを、やりまして、それを除くと32ゲーム取って47ゲーム失っているという、まあ、失礼、これ今張本選手の数字でした。水谷選手は3、いや同じく32ゲームで38ゲーム失ったのが多いことなんですけれども、だからその、負けが多い数の分、がタイムでね、時間に負けた、決してね、試合の普段の試合が遅いというわけではないんですけども、もう少しでも遅いとすぐ注意を受けますからね、これは理解のポイントです。いや、オフチャロフ戦などはですね、はい、2試合この T2 でやってるんですけど、2試合とも水谷に勝ってますし、はい、今そのオフチャロフがトップなんですけれども、実はね、ゲーム数ではですから、水谷が別にちょっと調子が悪
極端に悪いというわけじゃないんですよね。見えないですね。ただね、オリンピックのね時にこう見た水谷、メダルを取った時の水谷よりも、はい、バックハンドを使う比率が低くなっているような気がするんですね。あ、そうですか。もう少しバックハンドを積極的に使っていたような気がするんですけどね。これバックハンドを使うと何かいいことが、やはり普段、水谷選手のバックを持っていけば、まあ、バックを振らせればね、はい、まあそんなにすごいゴールが来ないとみんな思ってるわけですよ。まあそうですね、はい、そこを、うん、少しでも攻撃的なバックハンドがあればね、全然展開が違ってくるね。今のもそうですね。そういうことですね。卓球も速くなってきますね、うん、はい、そういう試合をすると、はい、いつも勝負を仕掛けていくのはフォアハンドしかありません、うん、ということではダメですからね、水谷選手はマオチャロフには2勝で、ボルトは1勝1敗で、あと張本選手とは2試合ともまあ引き分けドローという形です。ということは自分よりもランキングが下の選手によく引き分けたりよく負けたりという、まあ、そういうことになるんですかね、ことですよね、選手もそうですけれども、ルールに手間戸惑いながらと言いますかね、ただもう、もうラウンド5で、かなりそのルールには慣れてきてはいますが、だからといって戦い方そのものを変えるってのはなかなか大変ですよね。アウトです。シバエフの方はこの T2 ではオフチャロフに1敗1分け、うん、おー、これ日本とも良かったです。それから総知念に2戦全勝ですね。おー、というところがちょっと目立つところではあります。うわ、あーっとダメか、あれがシバエフの卓球になるわけですね。そうです ね、はい、このなんていうんですか、ある種荒々しいと言いますかね、パワーを、ね、ありますよね。卓球自体はオーソドックスな卓球なんですけどね。そうですか、うん、はい、どうしてもああいうプレーが印象に残りますんでね、私は、ええ、総知念に勝った時の卓球が芝居風良かったようですね。4日でね、はい、この、ラウンド5でね、初日に当たりまして、はい、4日で勝ちましたからね。下がらずにですね、高い打球点で両ハンド攻撃を仕掛けていく、はい、いいプレーだなと思いましたね。はい、およく拾っています。水谷、今度はバックハンド、そしてフォア、ナイスボールですね、うん、やはり中今のバックハンドが良かったですね、ですね、はい、今のバックハンドを入れに行くだけだとね、 うん、このような展開にはならないです ね、 ね、はい、そして、まあ、水谷選手特有の中陣から後陣へというあたりでのね、このドライブの引き合い強さを見せます。踏み込んでいく、もうよく返していきます。芝居水谷選手も今ガッツポーズしましたが、はい、どこが一番良かったですか、これ。そうですね、やはりもう今終始攻撃してましたから ね、 ね、はい、まあ、ただ芝居の守備がね、うん、目立ちましたね、うん、
逆転をしました、まあ、今日は、はい、水谷集中力といいますかね、はい、やる気あるような気がしますね。やはり最終戦ですからね、ドリンクオールに引き分けに持ち込まれた、はい、張本にも引き分けに、この2つの試合は勝っていましたからね。まあそうですね、ですから最終戦、今度はきっちり勝って日本に帰るぞという、はい、そういう気持ちが表れてるんじゃないですかね。まあそうでしょうね、はい、という水谷選手、タイムアウトが解けました。確かにこのラウンド5は、ドリンコール張本と、まあ、いずれも3対3で引き分けています。チームパーソンのエースですからね。そうですよね。2番手シセオが足を、ね、痛めているとなると、はい、実際に期待がかかりますからね。レッグ5オン。嬉しいですね。今のは積極的に突っついたんですけれども、非常にいい打球点でしたね。しかも深く返りましたからね。でしたね。で、非常にフォアミドル窮屈な形になって返せませんでした、はい、芝生。今度は逆にフォアミドルを、はい、まあまあ、はい、あのようにバックハンドでも積極的に仕掛けていくというプレーが、うん、右側に求められると思いますね、はい、これがメイスさん、そして水谷のさ、おー、サービスミス。6-7 です。ゴール、今も非常に打球点を意識した、速い打点で返すよというね。なるほど、はい、非常にいいボール、うん、いつもならもう少し待って強いボールを出そうとするんですけど、はい、これはまた芝居が、やはり芝居の調子の良さ伺えますよね、はい、よく足動いてましたね。11対7、今度は芝生が取り返してゲームカウント1ロール1対1です。動きながらね、本当によく足動いてますよ。そうですね、はい、で、まあ、バックスイングも割合そんなに大きくなくですね、コンパクトでありながらパワフルな、はい、フォアミドルを見せました、まあ、力はね、はい、すごくありますからね。そういうことですね。Stay focused. Doesn't matter if you win or lose. Every ball. Change tactic. You know, you're clever. You're good. 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 You're good.ラウンド5の最終戦になります。チームメイスとチームパーソンの一戦。ラウンド1今日の第3試合、大事な、ね、3ゲーム目、そうですね、はい、うまく珍しくカットで、守備をしましたね。うまく決めましたよ。よくコントロールされてましたね。ダブルストップになったんですが、これがネットに抜けました。水谷。
谷のあのバックハンドの攻めをですね、はい、バックミドル、フォアミドル、うん、バックサイド、こういう3点に持っていきたいですよね。よくこうあのバックハンドがストレートのみになるんですよね、そうなると待たれてしまいますもんね。そしてストレート行ってしまったんですね、今のボールをーできればミドル、バックミドル、フォアミドルというところに持っていってほしいんですけどね、まあ、そこだけですね、もうフォアハンドはもう全然申し分ないのでね、どうなんですか、私分かんないんですが、選手の心理っていうのはフォアに出したら今度は角度つけてバックにっていう、そうなんです、それもありますね。まあ、そこを普段の練習でね、意識して練習していかなければいけないということですね。5-2、これはもうフォアハンドは非常に良くなりましたね。打球点が昔の順じゃなくてね、いい打球点になりました。できるだけ台の中でと思ったんですけど、ちょっと打つのを卓球台にぶつけるんじゃないかなと思ったんじゃないですかね。ハイブスタインのポイントです。普段よりも下がらずに打ってますよ。水谷の方はそれほど下がってませんでした。芝生を下がらせました。もう今のは入れただけだになるので、もうわざと思いっきり切りましたね。そして守備しようと、守備をしようという芝生の戦術です。なるほど、見事に当たりました、はい。ゴールですね。はい、水谷のポイント、まあ、この第3ゲームを落とすわけにはいきません、はい、4-9、うん、9-5です。おお、水谷、早かったですね、はいはい、バックハンド積極的に使おうとしてますね。コントロールがいいんですね、芝居のサーブのね。なるほどね、はい、もちろん10ポイントに行ったからといって油断はできません。さっき の, そのヤンハウンとシー選手 の,、ねね、はい、あの試合を見てるだけにね、はい、水谷選手も、はい、ちょっと長いサーブ使ってないんですよね、はは、1、2ゲーム通じてね、でもやはり使ってほしいですよね。あ、そうです、はい、うん、ジュン・アンシバ、first warning for time delay. Please play fast. Thank you. いいサーブですね。はい。結局11-8、11-8で取りました。11-8で取りました。Same also.やはり芝生は、足がよく動いている時はいいボールを出しますけど、芝生の足を止めますとね、コートに水が多くなるんですね。コース取りがものすごく大切になってくるんですね。
シバエフはロシアのヤロスラベリというところの出身で、この12年の先ほどもヘッドトゥヘッドのところで申し上げましたが、ジャパンオープンで、岸川とかジュセヒョクとかを破って準決勝に進出をして、この水谷と対戦をしたわけです。さあ、第3ゲームが始まっています。第4ゲームが始まっています。で、まあ、おそらく5ゲームで終わるので、はい、このゲームを取りたいですよ ね、うん、ね、そうすると負けはなくなりますよね。そうですね。先ほどのジャパンオープンですが、優勝は、まあ、結果的には水谷で、決勝でオサンを破っての優勝ということだったんですが、まあ、その時にだいぶ芝生の名前が、日本の卓球ファンの中に、ね、覚えられるきっかけになりました。この間のリオのオリンピックではシングルスではボルに敗れて16には入れませんでした。試合攻撃しきれてないですね。はあ、ね、はい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 、まあ、どちらにも言えることなんですけど、やはり先に相手よりも先にこう何かの仕掛けをね、うん、していきたいですよね。まあ、優位に立って、そして、はい、強いドライブを打ちたいですよね。4-2、うん、いいボールだな、はい、まあ、サーブも良かったんですね。そうですね、取り出るか出ないかで水谷に下から上げさせましたからね。そうですね、はい、この後、今のコースですね。そういうことですね、はい、はい、あのバックドライブを、あるいはバックのフリックをですね、あるいはチキータ、そういうものをできるだけバックミドルやフォアミドルに持っていってほしいですね。はい、ナイスボール、思いっきり上から叩きました。その前のフォアミドル、うまく前に落としましたね。はい、ワールドツアーではこのシバエフ選手は、2013年の地元のロシアオープン、まあ、グレードから言うとメジャーシリーズなので、中国からの強豪選手などはあまり来てなかったんですが、決勝でチャン・カズヒロ選手と戦って、その時はチャン選手が勝って、シバエフが準優勝ということだったんですが、まあ、ワールドツアーではそんな成績が残っています。ここ追いつきたいですね。そうですね、はい、自分のサーブで、はい、ぜひ日本取って、オールにしたいとこですね。入ってる。さあ、入ったか。屈伸はオーバー。芝居もよく分かってますね。しっかりバックを潰してきましたよね。フォアへ持っていきますと、強烈なボールがいつ返ってくるか分からないというところなんですね。やはりバックハンドのドライブも後ろから1本ぐらい見せたかったですね。さあ、5-8。いや、面白いラリーだ。さあ、このドライブの引き合い、おお、横回転がすごい。今度は上からスマッシュ。ああ、今の水谷らしいラリーでしたね。見事ですね。今のラリーはでもね、前半ね、バックハンドで攻めてるんですよね。
先ほどのラリーとは違いましたね。そういうことですね。はい、今途中で高いボールをここでね、セカンドに行きがあるんですよ、2人がね。ほうほうほう。でも戦わなくてはいけないんですよね、まあ、このルールは、はい。ちょっともうちょっと長く行き整えたいところなんですけどね。うん、コース読み切られましたね、今。はい、ね、ああいうところですね、はい、ああいうバックハンドの強打をもう少しミドルへ持っていけば、また相手も悩むんですけど。はい、さあ、これは、キラー、キルゾーンへ入れそうですね。そうですね、はい、もうキルゾーンに入って、もう勝負だと思った方がいいぐらいですね。はい、キルゾーンに入って5本で勝負するのか、はい、あ、キルゾーンにしないで、自然にそのタイムアップで勝負したいのか、はい、選手どちらなんですかね。いやいや、それは私がカードさんに聞きたいこれどうですかね。私はもう5本勝負って決まってる方が選手はやりやすいような気がしますね。これで今残り1分33秒で第4ゲーム11対7で、これまた10対10だったら分からなかったですけれども、これでキルゾーンに入りました。でゲームカウントは2対2ということになって、もう三谷選手とすればですね、こう最後のところの時間でいつも、ね、うん、嫌な目に遭ってますから、はい、ただ今度は引き分けってわけにいかないので、はい、勝つか負けるかしかないんですよね。2対2です、まあ、ですから、これはタイムじゃないですからね、うん、5本ですから。そうです、三谷は気持ち切り替えて、タイムで勝負じゃないよと、はい、いう切り替えが必要じゃないですかね、うん、まあ、もうどちらも勝ちたいですよね。そうですね、残り時間が2分を切って、試合がそのゲームが終わった場合には、今度はキルゾーンといって、先に5本取った方が、5ポイント取った方がそのゲームを取ることになります。いい打点だな、いいところでドライしてきましたね。そうですね、はい、相当トップスピンが、ここは水谷頑張れ、はい、ストップの応酬から、うん、いい構成決まりましたね、はい、はい、フォアミドルへ来ました。このボールを芝生打ちましたがオーバー。今のはね、どちらに打つか分からなかったんですね、芝生は。どこに来るのか見えなかったんですね。ああ、そうですか、そんな感じですか。懐を深くしてね、うまく打ちましたよ。ナイスボール、いいバックハンド決まりましたね、はい、アイポイント増やしてほしいですね、はい、ちょっと濡れてるから拭いてくれということですね。もう何か言って、こう流れをね、ええ、水谷のところに持っていかれたくないわけですよ。うんですね、まあ、はいはい、カウンタードライブすごかったですね。出てましたね、うん、読んでた、読み切ってたってことですね。今のもやはりサイドではなくて、先ほどのミドルを持っていったような、その方が良かったんじゃないですかね、うん、さあ、ツーオール、もうバックハンドサーブです。はい、今うまくレシーブしました。いいコースでした、少し高くなりましたけどね。そうですね、飛んでいったコースが、うん、良かったですね、はい、まあ、緊張してますからね、うん、そういうミスじゃないですかね、うん、おー、すごい、4ポイント目。さあ、これで画前、有利になりましたね、みんな。ここでも、こういうところでね、長いサーブがあったらかなり有利なんじゃないかなと思うんですけどね。もうここでタイムアウトじゃないですね。ん、じゃないですね。じゃないですね。もうシバエフはタイムアウト使ってますので。あ、そうですよね。はい、うん、水谷はここで取られたらタイムアウトしてもいいですね。うん、はい、あ、
これはタイムアウトした方がいいですね。そうですか、はい、やはりね、うん、はい、タイムアウトです。しかも取られ方がね、自分のボミスだったので、はい、まあ水谷といえども今かなり緊張しましたね。もう取りたい、チャンスボール来ましたからね、ここで取りたい、もうこれで勝ちというところなんですよね、まあ、お互い緊張する場面ですね。水谷のサーブということですね。ボースリそういうサーブ出しますね。そうですね、先ほどからここいう時にはちょっとヤンジェネ出してるんですけどね。はい、ラッキーです。ラッキーでした、はい、まあ、ラッキーというよりもいい打球点で勝負しに行きましたね。あ、そうですか、はい、5対3勝ちました。つつきを思いっきり深くね、持っていきましたから、それが良かったですね。キルゾーンで、少なくともラウンド5勝ったのは、取ったのは初めてですよ。初めて、まあ、これで ね気分よく日本帰りますよ。はい、おー、この雄たけびを上げました、はい、水谷ですね、ゲームカウント3対2で、ご覧のように水谷が取りました。あー、おーおー、喜んでます。この T2 はファンサービスもね、よくしてますね。昨日はね、本当にスッとベンチに戻ったらそのままスッと消えたんですよ、はいはい、2回帰りましたよ、2回、ね、ドリンクホールの時も。そうでしたもんね、どこ行ったんだろうと。ところが今回ばかりはやはりね、そうですね、いい気持ちだったんでしょう、はい、今日は勝ちたかったと思いますよ。いや、そうですよね、ラウンド5一つも勝たずに帰るってわけにはね、いくらなんでもね、良かったですね。まあ、勝てば勝って当たり前という声が当然出てくるんでしょうけど、はいはい、一番良かったのは今日川野さん、どんなところですか。まあ、負けてる試合はね、負けてるゲームはやはりバックハンドが消極的なんですね、はい、ところが勝ってる試合はやはりバックハンドを積極的に使っていくというゲームしてますので、そこを水谷にしっかり分かっているかどうかというところですね、分かってほしいですね、はいはい、さあ、この試合のスタッツをご覧いただきましょう。このようになっています。それではインタビューです。As the scoreline suggests, there couldn't have possibly been a closer battle between June Mizutani and Alexander Shibaev against your club-level teammate. You know, both of you know each other very well. You know each other's game. So what do you think of your performance today? Last time I lost him 1-4, and so I improved this time. Yeah. And Killzone, last 4 times I didn't win, but today I won, so I'm glad. Congratulations, Jun Mizutani. You know, you look like you didn't get enough sleep, to be honest. Jürgen Persson said you were training in the gym. What kind of exercise did you do, and why do you look so tired? I like to make body exercise. Yes. Too strong body. Well, as you can tell, he works out well. Two Junes in the house, but only one that matters is Jun Mizutani from Japan. Coming up next, another Japanese player, but for the other side, Hina Hayata versus Tsutasumi Sawitabut. That's next.